このレッスンではメロディーを入力するために音源の ID8 をアサインします。はい、それではですね、この延長した曲のところにメロディーを入力していくんですが、まず音源をアサインしましょう。では、ラックの方に行きます。はい、そして、とりあえず使ってないデバイスは、サタ,タンで小さくしておきましょう。はい、ではここにですね、また何もないとこミンクリックして、インストゥルメント。 この中で、はい、ID8、インストルメントデバイスというのがあります。えー、出てないときにはリーズンデバイスの方にあるはずです。こっちですね。はい、これをアサインします。はい、これアサインするとピアノと出ていますけど、えー、これ見た感じでわかるように、様々なですね、えー、生も含めた、また電子系も含めた楽器の音が一台に入ってる。結構便利なモジュールなんですね。はい、今回はこれを使ってメロディーを入れようと思います。 はい。その時なんですが、この i d とですね。このままだとシーケンサーとかも入ってないので音が出ないです。そして、この講座ですね。ずっとこっちのシーケンサーの方の鍵盤から音を出してましたけど、実はですね、パソコンの方に MIDI キーボードが接続されていれば、そこから演奏して音を鳴らすことができます。はい。ちょっと軽く設定を見てみましょう。はい。編集メニューの環境設定。Windows だとこうですね。Mac の場合には、 左上のリーズンメニューから環境設定に行ってください。はい。この中でですね、いろんな項目がありますけど、コントローラーというところがあります。はい。今ですね、このパソコンには、オーディオインターフェースのクアッドキャプチャーというのがついてるんですけど、それに MIDI ポートがついています。はい。そこにハードウェアの鍵盤をつないで演奏できるようにしています。はい。見てみると、この MIDI 入力というところですね。 このパソコンには Quad Capture というハードが付いているので、そこから入ってくるという設定になっています。はい。これなんですけど、新たにですね、このコントローラーを追加したいときには追加とやって、そして、もしこの中にですね、対応する機種、メーカーの機種を持っている場合には、そこを選ぶんですけど、当てはまらない場合には Azhar でもいいですね。そして、MIDI 入力というところ。これが、えー、お使いの環境によっては違うんですけど、 入力する鍵盤を繋いでいる MIDI ポートを選んで、そして OK すると、こうしたマスターの入力ができます。はい、この状態で、今ですね、選ばれているデバイスですね、トラックも選ばれてますね。はい、そこに演奏情報が入ることによって、このように鍵盤の演奏で音を出すことができます。では、音がちょっと小さいので、ボリュームを上げてみましょうかね。そうすると、 はい、今ピアノって言ってますけどピアノの音ですね、はい、ピアノの中でもこっちのサブメニューを見ると今グランドピアノの音でしたけどアップライトすると音が変わりますね何種類か入っていますはいそしてこのピアノと書いてあるところをクリックすると今度はカテゴリーを選べるようになってます例えばオルガンにすれば はい、オルガンの中もこんな感じさまざまなサウンドが入っています。 はい。i d とはですね、このように手軽に何かパートを加えたいときに便利なデバイスです。さらに、鍵盤があるとですね、フレーズも練り込むことができますし、こうした音の確認も簡単にできるので便利なので、ぜひとも試してみてください。